科学生の皆さんこんにちはレク講師の坪倉ですこの動画ではレックのところですねカリキュラムじゃないですけども実際レックとかこういうふうな予備校ですよと実際一緒に皆さんのところでですね勉強していきましょうというふうに正直思ってますけどもその中でどういうふうな予備校なのかという紹介をさせていただきたいなと思いますので今回の動画提供させていただきたいと思っています。 ねえー、実際、まあ、いろんな考え方とかもあると思うんですけどもまず筆記試験今までの動画のとこで出てきましたが筆記試験を対策していくだけではなく面接試験も両方両方立しててやっいいいかななきゃいけないわけわですねそうなった時に私はあそれまでの動画のとこで言ってましたが筆記試験やりながらエピソード作りとかもしなきゃいけないんだよと。 夏休みとかもそうだけどもエピソード作りしなきゃいけない勉強だけやってりゃいいんだっていうのはエピソードがそれまで全部できてる人だけであってそれやるともしエピソード作れなかったらちょっと積んじゃうんですよねだってエピソードがないですもんそれは非常に怖いですよねだからそうならないようにするためにちゃんと勉強と面接の話の両立をしなきゃいけないそうなったらいやじゃあ部活とか忙しいんですけど どうししたらいいいんですすかっってなってなまいますねそこで、えー、しかも今のこの状況もありますのでなかなか授業に出ていくのもちょっと怖いなっていうのもあると思うんですそうなった時にうちのところに関してはこの学習スタイル通学のところなんですけどもで、えー、生クラスは当然 え通学講義スタイルっていうのも、これは当たり前なんですけども、えー、ウェブ動画とか音声のダウンロードの授業のところが、もともとこれ標準、無料でついてます。あの、多くのところとかでは、あの、なんか追加料金払ってみたいなとこ多いらしいんですが、えー、うちは全部標準装備です。で、えー、全員についてます。だから、生講義とウェブの授業と音声のダウンロードっていうのが全部できます。全部できます。で、全部できる中で、 えー、例えばこの Web の動画のところ、あと違いのところで言うと、多くの Web のところに関しては、よくあるのは、えー、予備校さんって多くはなんか東京の先生が授業を取ってたりとかね。まあ、大体あの、大学受験予備校とかもそうじゃないですか。ね、それはそれでいいんだけど、いや、また自分がフォローとしてそれ使いにくくないですかだって生クラスで教えてる先生と違う人が出てくるわけでしょ それは非常にもったいないので、だったら生クラスの先生とか少なくとも関西の先生がっていう話になってくるので、実際、あの、レクの場合はウェブの先生って主要な科目は3人実は先生がインターネットの授業を担当しています。で、えー、実際、関西の先生もインターネットの授業は担当していますので、例えば私やったら憲法とか民法とかの法律系の科目の担当は私がやってます。 で,ですとね私のところのインターネットの授業とかを見てもらって生クラス来たらあこいつだなみたいな同じ先生だなっていうこともできますのでしっかりとその対策はあしてってもらえればなというふうに思っているんですねですからだからここは多分他社さんとの違いなのかなと思いますでプラス、えー、やっぱり昨今の情勢もあるのでなかなか本校に出てくるっていうことが大変だっていう人もいるので その方には、今、ズームで、実は授業をやるという形に今なっていまして、生クラスをそのまま、ズームの配信のところもさせていただいてます。ですので、家が遠い方とかに関しても、でも生クラスのところとかのスケジュールでやっていかないと、ちょっとだれてしまうんだよね。とウェブだけだったらちょっとペースがつかめないんだよねっていう人は、ズームのところで授業を受けていただくこともできますので、これも別に追加料金いただくことはありませんから、そういうような形で対策をするということができると思っておいてください。 よろしいですかね。えー、そんな形で、えー、生クラスのところはしていくという感じです。ね。もちろんその生クラスに関してとかは、えー、神戸と例えば梅田乗り入れて言いまして、両立、両方使っていただくこともできます。日程のところかぶってね。えー、で、ウェブで受けることも、ズームで受けることもできますから、えー、そういう意味でいろんな受け方がある。ね。例えば、直前期とかで、えー、音声のダウンロードという形で、えー、例えば携帯電話とか、あスマホですね、スマホとかに、えー、あとは、まあ、音声の、えー、まあ、 そういうふうな形のものですね、えー。パッドとかでもいいですよ。その辺のところのガジェットのところに音声をダウンロードしていただいて、音声をダウンロードして音声聞きながら、例えばその何かを取り組むってこともできますので、えー、実際いろんな受け方ができると思ってください。これ全部標準装備です。ね、やっぱりそうやってあのバイトが忙しい、部活が忙しいってことを、えー、頑張って両立していきましょうっていうんだったらこれぐらいは必要なんですよ、ね。だから勉強だけやってりゃいいんだっていうふうな予備校が合う方はそれもいいんです。 でも、私らは面接まで通ることを目標にしてますから、そういうふうな、こういうふうな制度とか標準装備しておかないと、両立はできないと思ってますので。はい。お仕事しながらの方なんかも特にそうですよね。えー、こういうような形ができると思っておいてください。はい。で、これが一つ目です。で、二つ目。 実際、レックの講座のところに関しては、今言った部分については、えー、コースのところとかいろいろありますけども、コースはどの職種を受けるかどうかによって、えー、コースが変わってくるだけで、今言った制度は全部ついてますので、ご安心ください。どのも、えー、ところを受けてても、模擬試験とかも、えー、標準の模擬試験、4回、5回、6回か、6回の模擬試験は無料でついてますので、これも模擬試験のところも、えー、追加料金いただきませんので、模擬試験とか受けて、えー、やっていきましょう。そして、 3つ目、えー、やっぱりここのところをよく言っていただくんですが、レックの場合は。こういうふうな学習スタイルのところとかもそうですけども、これですね、やっぱりよく言っていただくのは、レックの場合、面接対策がすごいと言っていただいてます。で、面接対策、この、えー、リアル面接シミュレーション、リア面というふうに言っています。えー、これ、多くの予備校さんとか学内講座さんとかいろいろある中のところとちょっと違って、あえてリアル面接というふうに私たち呼んでます。 でなんでリアル面接っていうふうな形を言うかっていうと実はまあ模擬面接が早期から受けれるところもあるんですけども、まあ、実際この模擬面接の先生方実践編の先生方関西で今ここ11名の先生が出てきてるんですけどもこの先生方に関してとかは基本的に元面接その方のじゃあもっと面接官の方々とかに実際面接指導を ずっとしていただけるでしかもそこのところに関してっていうのは早期から模擬面接受けれるっていうのはもちろんです、えー、この方々に関しては要はあの実際にずっといていただく感じですね、えー、繁忙期の面接の時期だけに、えー、来ていただくとかそういう形じゃなくて一、えー、年中いていただいているので、えーまあ、枠も多いですよでしかも1回50分とかです 一回50分です。一回50分。言いましたね。え、これ前の動画のところで言いましたが、模擬面接20分。これ本番が大体20分なんで、本番と同じだけやりましょうよと。で、プラス、フィードバックが30分。これも言いましたね。模擬面接と同じ時間、少なくとも以上はフィードバックしないと。何の意味もない。で、計50分ぐらい。いこれをやっていく中で、しかもそれは何回でも受験、え、できますよと。で、動画とかで客観的に知ることもできます。 で、ウェブで予約することも当然できます。で、こうなった時によく言われるのが早期から始められるよ。例えば9月10月から始められる。こんなのは当たり前なんです。早い段階から模擬面接のところとか面接を少し意識してやるっていうのはこれは当たり前のことです。筆記試験が終わってからそれは申し訳ない対策ができないから筆記試験終わってからやんなって言われてるだけです。それじゃあ意味がない。 それよりも皆さんにやっぱり対策としてやっていくってなったら準備のところも先生方にじゃあエントリーシートの書き方ってどうしたらいいですか分析ってどうしたらいいですか先生方に聞いていくことも必要ですよねその対策もあったら9月10月からコツコツやらなきゃでしかも、えー、うちのところに関しては、えー、だいたい言ってましたけど別のところとかに関してがだいたい面接15分フィードバック5分ぐらいの20分のところうちは50分ぐらいやってます そしたたららこれだけで倍ぐらいの差がつきますよね1回あたりしかも元面接官の方に実際フォローに入ってもらうのはうちぐらいなのでそしたら質も申し訳ないけど変わってきますでなおかつ実際いろんな予備校さんのとこ言われてる中で、えー、別のところとかも含めてどれぐらいが多いのか分かりませんが実際いろんなところで言われてるとこでうちは大体いい7,500回ぐらい枠が関西4校だけでありました。 今もっと増やしていくことですけども。そしたら、実際一人のところに関して、ね、例えば、受験生がレックの関西4校で仮に1000人いましたっていう形になっても、だいたい1000人ぐらいいたとしても7500枠あるわけですから、7.5回か8回ぐらいはできるわけですね。全員受けようと思っても。というような形になってくるわけですから、月に1回ぐらいのペースなんか全然受け、あの、受けることなんか全然できますよ。ね。そういうふうな形で、その時間も、 悪いけど別のところとは長さが違うで質も違うそしていろいろなフォローも受けれて回数のところも多く受けれるこれってすごいことですよねその対策をしっかり受けてもらいたいねだから申し訳ないけど外部の方とかに関してはから面接ちょっとレックさんお願いしますよって来られる方おられるんですけども申し訳ない今の情勢のところとかもあるのでもともと外部の方からはあの 一回、一万円ぐらい取ってって形をやってたんですけども、今今の状況だと、正直、お断りしなきゃいけません。やっぱり、自分たち、レックの,ゴーあのコースを信じてきてくれた方に、やっぱ受かってほしいですから。これは当然です。やっぱり、自分たちを信じてきてくれた人を、やっぱり最優先で受かってほしいので、そこ、お金じゃないんでね。だから、申し訳ないですけども、えー、レックの方々がしっかりと通るために、こういうふうなコースのところは、用意してると思っておいてください。 これは、一つ、うちの売りだと思うので、ぜひぜひね、しっかりと使ってください。よろしいですか。で、プラス、それに加えて、じゃあ、勉強のところのウェイトどうするんだ、面接のところどうするんだ、えー、じゃあ、あとはそれ以外に、うちの試験は論文、論作文もあるぞ、どうするんだ。 そういうような対策のところで最後に出てくるところが、これ表紙にもなってるんですけど、ちょっと、えー、えなんか可愛い絵で、なんか感じですけど、レックは一人一人担任制度。で、この担任制度というところで、しっかりと対策をしてるという感じなんです。で、この担任制というところについてなんですけども、実際、梅田のところで言うんであれば、私が一応梅田の担任というふうになってます。で、私だけだったら、 正直、受験生がいっぱいいる中で、一人一人のフォローだってできないと思いませんだって、大阪の梅田とか、まあ、神戸とかもそうですけど、人数それなりにいそうじゃないですか。そうなった時に、一人の先生がフォローしてあげますよ。一人一人丁寧に、嘘つけってなりますよね。そう、嘘つけってなるんです。だから、一応私は診の相談のところもしますし、あとは毎月、ホームルームっていう無料の、来月までにこれしましょう。 じゃあちょっと過去問演習会無料でやるからみんなおいでよとかそういうのもします企画はやっていきますが一人で相談とかを全員の,相手のところはできないと思ってますだからレックの梅田のところとかで実際今進路相談とかっていうふうなこういうフォローする先生が6名いますいますそれから神戸のところとかに関してっていうところでも実際3名の方々がおられますですので実際 二人ぐらいの先生が一人の先生がっていうふうな形だったら申し訳ないフォローはしにくいです。で、うちのグループ企業のところでアイというものがあります。公務員試験関西のところでアイ関西というふうなブランドがあってそこも授業のところ提供させていただいてるんですがそこでは少人数の生徒さん相手に一人の先生がっていう形でしています。まだ別ブランドがあります。で 実際そうなった時に皆さんに見ていただきたいのは多くの人数の方受講生をお預かりさせていただいて勉強していくってなったら担任の先生も1人や2人例えば梅田とかの規模で2人それは申し訳ない少なすぎますはっきり言って少なすぎますやっぱり5人も6人もいて一人一人にちゃんと綿密なフォローできるような人たちがいないとねそれはやっぱりまずいかなとこういうふうに思っていますので 実際そういうふうなフォローを受けたい方。じゃあ、その担任の先生たちは筆記試験対策、面接試験対策の指導もできます。いついつまでに何をやっとこうねっていうふうな対策をしていくことができます。そういう人たちに綿密に来てください。どの科目はどれぐらいの時期から何を勉強しなきゃいけないのか。この問題集のところとかを使いすぎるよりは、まずこっからやってみようよ。そういう綿密な話を全部我々が皆さんに提供します。 自分の受験先が実は例えば北海道なんですけど札幌なんですけど私ら情報を持ってます東北なんですありますよ関東え北陸中部の方々もいますえ関西はもちろん四国エリアえそれから九州中国エリア沖縄の方に至るまで様々な方がおられます全然ご安心ください私たち情報のところとかを皆さんにしっかりと提供できるような情報は持ってますのでねすでにいろんな地域の方のところで受験のところで実際私話させてもらっている方もあ 実際にやっぱ情報を持ってるところ違いますねってやっぱ言っていただいてます。実際皆さんの、ええー、まあ3回生の方とか M1 の方、陰性の方ですね。それから2回生の方とかもすでに相談来ていただいて、あ、だったらっていう形で今来ていただいてる方が非常にありがたい話多いです。えー、私は、ただ皆さんにそのご縁があって来ていただいた方には、私含めて担任の先生、神戸も梅田の担任もそうですけども、もちろん京都とか南波の担任もそうです。 各本校、京都が4人かな。で、バ波が3人という形でいるんですが、その講師人もみんな、やっぱり皆さんのことを一人一人、やっぱどうしても受かってほしいという形の対策でしていますので、ぜひね、えー、頼っていただいて、自分のところ受かるために頑張るぞというつもりでいてください。だから皆さん、あの、私が喋ってる様子を聞いても多分お分かりいただけると思うんですけど、多分暑苦しいんですよ。ね、申し訳ないですけど、暑苦しいんですよ、多分私。ね、やっぱりしっかり受かっていこうよっていうスタイルなので、 多分、あのー、もう、もう、ほっといてくれよと。授業だけでいいんだよと。もう構わんといてくれっていう人は、多分、うちの予備校は合わないと思うんです。多分ね。だからそれだったら、他社さんとかの方が、いや勉強しっかりやりなさい。もう面接いいから、勉強、勉強、勉強でいいからっていうような予備校もあるでしょう。うちとスタイルが違うところもあるでしょう。それはもちろん、それでいいと思うんです。皆さんはあくまでこれは道具ですからね。公務員試験を受かるためのツールですから、そのために対策をすればいいんです。いいですか一方で、 一方でですよ。逆に、あ、むしろ、やっぱりしっかり何をして、やっていけばいいのか教えてほしい。自分はちょっと目標があるんだけども、そのために頑張っていきたい。というふうな形の人たちっていうところは、ぜひ、うちに来てください。実際、うちは、それもあったの、先生たちだけじゃなくて、合格者アドバイザーっていう方を呼んだりとかもしています。ね、その合格者の子たちの中にも、過去、 まあ呼び込みは言うとはいろいろややこしいからしませんけども例えば、えー、別のところとかに説明行った時に「君の大学のところでは」っていうふうに言われてもともと,だもともと夢だったところを「君は無理だ」っていうふうにもう何もしてないのに無下にされて悔しくて泣きそうになりながらこっち来たじゃあその子実際1年間私のところで実際指導してその子、えー、第一志望だったそのもともと夢のところ他のところで無理だって言われたところにちゃんと受かりましたよ。ね。 えー、そういうふうな形のところなんていうのが実は結構多いんです。だから皆さんはそういう意味で自分がほんまに受かりたいところがあるのであれば実際私たちレックのところ使ってください。やっぱりその皆さんが受かりたいところ合格したいところに向けて私たちは目標を提供します。ですので、えー、実際予備校とかあ大学受験とかのところもそうなのかもしれません。あの進学実績がどうことどうでもいいです。 あなたたたが受受かかりいいところに受かっていただければそれでいいですからそういうふうな対策を私たちはしますので皆さんが受かりたいところによって勉強の方針とかも変わっていきますだから必ずレックのところでか興味ある方は、えー、梅田とか神戸とか、まあ、もちろん難波京都の本校もそうなんですけども是非ね、えー、一回電話とかでも相談でもいろいので来ていただいたり電話相談とかしていただいた上でレックのところで一緒に勉強していければなと思っています。 実際こういうふうな先生方がいっぱいいる中で皆さんのフォローをできることを心からお待ちしてますし皆さんの先輩方のように一緒に公務員試験頑張って合格勝ち取っていきましょうではあ以上で今回、えー、レックの紹介ということをお話しさせていただきました、えー、パンフレットとかあ届いた方とか資料請求していただいた方は、えー、今言った話のところも全部載ってますのでまたご覧いただいてもいいと思ってますで、えー、実際 え、コースのところとかに関してとかであれば、よいしょ、え、今言ったのが全部、どのコースでもついてますので、例えば、え、これ、76ページのところへんから、スペシャルコースというのが出てきます。こういうスペシャルコースというふうな形のところへんのところが、あ、標準的なコースになってますので、こちらを参考にしていただいたらいいんじゃないかなと思っています。今言ってた、え、インプット。 アウトプットすべてついていますので、えー、その辺をご覧いただければと思っています。で、もちろん、えー、皆さんのコースのところにどれが合ってるか、こういうパンフレット見てもようわからんっていうふうな方は多々いると思っています。全然いいです。ややこしいですもんね。だからそのためにも、えー、お電話とかでもいいです。どれが自分に合ってますかねどうしたらいいですかねお電話くださいね。えー、私が直接、えー、お話しさせていただいて、えー、動画ではこうだけど本当はどうなんだろうっていうのを、えー、聞きに来ていただいても全然結構ですから。あのー、少なくとも、 皆さんの、えー、情報のところでこんなの欲しいぞっていうところを無限にしないように、えー、来てよかったと思っていただけるように情報提供はさせていただきますのでぜひね、えー、今後ともレクのところを、えー、お問い合わせいただければなと思っていますでは以上をもちまして、えー、今回のところの説明動画説明という形で終了というふうにさせていただきたいと思いますじゃあ皆さんこれからもちょっと頑張って公務員試験、えー、頑張っていきましょう ではあ皆さんと一人でも多くの方にお会いして、えー、指導して合格勝ち取っていただけるようにフォローできることを心からお待ちしています。またいつでもお越しくださいね。では終わります、えー。今日はこれで終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。